クラッシュアンダー70キログラム初代王座決定トーナメント1回戦その第3試合です。こちらが山内、対するは那城。さあ中村さん、はい、渡辺正和対健太に続いてですね、この2人も2度目の対戦なんですよね。そうですね、特に前回の対戦は本当に衝撃的だったので、はい、試合を経てお互いがどんな試合をするのかはすごく興味深いですし、個人的にはこのトーナメントの1回戦の中では一番楽しみにしているカードですね。おお、そうですか、はい、内容としてはどうですか、どのあたりに注目されているんですか。前回の対戦の時には那城選手のデータがほとんどない中で山内選手が試合をしてハイキックをもらったという背景も僕はあったと思うので、あれから那城選手定期的に試合していて、山内選手としてはいろいろとまた研究材料もあったと思うんですよね、はい、それを経て山内選手は今回どういう試合をするのか、逆に那城選手はあれからたくさん経験を積んでレベルアップしていると思うので、それをどう出すのか、はい、本当にまた違った試合になると思いますね。そして山内はやっぱり経験がまず豊富ですし、はい、技術ですよね。そうですね、やっぱり山内選手は長い時間使って那城選手をうまく攻略したいところでしょうね、ここは左をリードジャブとしている青いグローブ着用の向こう側、今左側の山内、赤いグローブ着用、右をリードジャブにしています、サウスポースタイル那城。那城はその一発左ハイキックで大いに名を上げました。そしてそこからこのクラッシュの70キロ級戦線ですね、しっかりと支えてきたファイターですよ ね、 そうですね、もうある意味クラッシュの70キロの中心人物と言ってもいい選手ですから ね、 ね、はい、その中心だった山内ともう位置を強引に入れ替えさせた、はい、そんなファイターです。ハイキック、山内の脳裏にはあの戦いがよぎるのか。でこのトーナメントで実現というのがまた前回とわけが違うところですよね。そうですね、ただのリベンジマッチではないですからね、はい、なんとしても次準決勝へ、そして決勝へと見据える2人、ここまでの展開どう見えますか。本当にまだここまではお互い距離を測りながらどのタイミングで攻撃出そうかっていう、そういうのをちょっとじっくり見てるような展開なんですかね。その中で時折強い一撃、イラリハイ、一瞬山内の顔面が流れました、ちょっとやっぱり前回の試合思い出しちゃいますね、左ハイキックでると。そうですね、いやヒヤッとしました。またそれだけのポテンシャルを秘めている那城です。山内が少し体をほぐすような動き、一旦距離を外してからということになります。そして戦い方としてはタイプが異なる両者ですね、はい、回る那城、追い込んでローキックからパンチ、山内がそれをいなすようにして右ハイキック、ここで第1ラウンド終了です。逆に山内選手は那城選手の1ラウンド戦ってみて、はい、多分どこからどう崩していくっていうのも徐々に頭の中には出来上がってきてると思うので、それが2ラウンドからどう出るかですよね。その山内サイドで言えばしっかりと試合攻撃を組み立てるタイプですよね、はい、さらに蹴り技が豊富です。さあ第2ラウンド、変わらずサウスポースタイル、ローキックを放つ赤いグローブが那城、万全を期するという山内に対してパンチ、そこから離れる慢心はないという那城です。山内戦後は着実にキャリアを重ねました、健太と戦って勝利、佐藤義弘ともグローブを合わせました、さらに堤大輔戦、ここはミドルキックを山内が当て込んでいきます。山内はその那城戦の後、武田和也との WBC ムエタイ日本スーパーウェルター級王座決定戦に勝利、チャンピオンになりました。しかしその年末の横山豪戦ですね、はい、やや攻め手を欠いてドローという戦いがありました、やっぱりちょっと
苦しい時期が続いてるんじゃないかなっていうのは思ってしまいますよね、はい、しかしそれでも何度もスランプがあって崖っぷちに叩き落とされたんですけれども、山内はその度に立ち上がってきましたよね、はい、それだけの歴史を持ったファイター。右ストレート、さらに右ハイ、これは那代が回って回避していたか。ミドルキック、左から右ローへつなげていきます。このラウンド中村さんの目からご覧になって大きな動きはありますか。はい、そうですね、あの山内選手 の奥足のローですね、これがちょっとずつ当たってきてるんで。あ、今も出しましたね、はい、那代選手もそこにあの左のストレートだったりあの右のフック合わせていってるので、はい、あ、今出しました、はい、そうですね、はい、ちょっとこの攻防がキーになるんじゃないですか。上手はどちらか、来いよという表情から左フック、那代です。どうですか、那代としては打ち合いたいんですか。まあでもあまり打ち合いに持ち込んでしまうとあの技も出てこないので、やっぱりある程度距離を取りながらパンチと蹴りを出すっていうのが那代選手としてはいいペースになると思うんですけどね。なるほど、身長の差はあっても、はい、そのミドルの距離からそうですね、はい、あのパンチだけとかにこう展開が偏らないようにバランスよく出す方が那代選手の方がいいんじゃないですかね。なるほどね、まもなく残り10秒です。左前蹴り那代詰めていく、空手ベースの強力な蹴りがありますが拳も強い。山内が位置を入れ替えたところで第2ラウンド終了です。やっぱりあの山内選手 の右のローと那代選手のパンチの合わせ、はい、これがあの結構多く見られたシーンだったので、今度はその攻防からお互いどうつなげていくか、これが3ラウンド のポイントになると思いますね。山内サイドにはあの三崎和夫選手ですね、はい、セコンドについています。さあ最終第3ラウンド、トーナメント第3試合です。すでに中島そして健太が勝ち上がっている。左ハイパンチからさらに右ストレート、那代のスピードがここでアップしましたね、はい、ただ山内選手もあの右のガードはしっかり上げてますからね、やっぱり警戒はかなりしてると思います、はい、そしてこの中村さんご指摘の奥足へのローキック、ハイキックもギリギリのところでブロックしているようです ね、あの山内選手しっかりこうガードも上げてブロックしているので、そんなにこう知名度はまだ受けてないですよね、ああ今ここはバッティングか、バッティングですね、ちょうど偶然当たっちゃいましたね。だいぶ距離が近くなりましたからね、はい、カットもある模様です。ここは前進してきたところ、右のまぶた、ああ2センチ以上あるでしょうか。那代の右目出血を見ています。左ハイキック那代でも分かっているか。山内またガードを高くする。だいぶ動きが激しくなってきましたね、はい、ちょっとギア入ってきました ねそうですね、序盤からはそのギア2つほど上がってきたという、はい、そういう印象があります。右のボディストレートは山内、那代が返しに出る、奥足へのローキックは山内、また山内非常に冷静ですね。そうですね、あの必ず攻撃自分のパンチからまとめた後は最後あの右の奥足までつなげているので、これは那代選手としてはやりにくいでしょうね。一貫したプランを感じさせます、はい、飛び膝突っ込んでさらに追撃、右ストレート、今フェイントをかけましたね、はい、トリッキーな動きからのパンチ、山内です。青いグローブ、さらに飛び込んで前蹴り、数々の蹴りがあります。あとこの前蹴りもいいですね。そうですね、はい、前蹴りそのものが効くってことは、まあ、あまりないと思うんですけど、あれでちょうど那代選手の出足を止めるので、はい、そこからこの次の攻撃が当たりますよね。それがこのローキックですね、はい、山内連打を放っていきました。今も蹴りと見せかけてからのパンチ、手数で有効打で山内か。ちょっと那代選手が
押されてるって感じがしてきましたね。それとややパンチ一辺倒ですか、はい、ここでまた蹴りが出てくればいいんですけどね、はい、破壊力のある那城の蹴り今出しましたが、ここは距離を潰している山内、ちょっと鳴りを潜めています。逆に山内の前蹴り、あの右も左もあります、はい、さらに右ストレート、残り時間が少ないところ、那城も勝負をかけた。ここで右当て込んでくる、でも奥足へのローキック、さらにハイキック、生命線は蹴り、山内です。第3ラウンドを戦い抜きました。陵侑、いやもうこの肩で息をしている様が全てを表していますね、はい、最後は相当お互い足止めて打ち合ったんで消耗してますね、2人とも。そうですよね、はい、もうここぞと見たんでしょうね、はい。さあ判定の発表、ジャッジ友だけ30対29、青山内、一人目山内、ジャッジのうち30対30、ドロー、二人目ドロー。さあ三人目、ジャッジ勝男の29対29、ドロー、三人目がドロー、1対0、2票以上の差がない限り決着はつきません。延長戦です。さあセコンドアウトの声がかかっています。青コーナーから出陣、前回は赤コーナーでした山内、対山内で連勝を狙う赤コーナーから出てきた那城、今回は70キロ級初代王座決定トーナメント1回戦です。もつれた戦い、さあ中村さん、はい、一番のキーポイントはどこになりますかね。そうですね、僕はやっぱりこの距離のような気がしますね、うん、山内選手のあの前蹴りがすごく効果的に当たってたので、はい、これでちょっとうまく距離を山内選手が作り出すと那城選手は厄介ですからね。今も左を繰り出しています、はい、さらにあのこのローキック、ミドルキックでしょうね、はい、左の那城の左に当て込んでいきます。山内の右ローキック、そしてじりじりとプレッシャーをかける、回る優位な距離にしようとするのが青いグローブの山内です。ここで一旦距離を取ってから右ロー、ああ那城のパンチが届きませんね。そうですね、ちょっともう山内選手はこのぐらいの距離だったら大丈夫だっていうのはもう掴んでるかもしれないですね。いやここはさすがです、百戦錬磨の山内、パンチ合戦でまたあのまぶたのカット、バッティングではありましたけれども、そこから出血を誘うことに成功しています。ここも前に出て右のボディ、右の膝、今残り半分になりました、右の現在 WBC タイトルを保持している山内、二冠王となるべく、いやまずリベンジをと那城戦を迎えている。延長戦、那城も必死に返すんですが、中村さん、はい、ちょっと単発でしょうか。そうですね、ややちょっと体力的にも山内選手の方が、ポテンシャルを押しているような印象もありますね。共にスピン系の技を繰り出します。マウスピースを見せて呼吸をしている那城、そこに右ストレート、山内右ローキック、左のジャブも伸ばす、伸びてくる、いやただお互い引かないですね。いやいいですね、パンチ合戦で山内か、ブレイクの声がかかります。まもなく残り30秒、前蹴りも潰してローキック、膝崩れますがダウンではありません。山内さらに右ストレートへつなげてくる、那城も返す。この辺りの時間帯、いやいかにまとめるかということになりそうですね。二段蹴り、二段蹴りを放っていった、苦しい中那城も返す、さあどうだ、最後は山内の右のパンチ、ここで延長戦終了です。いやもうこの2人ほとんどもう
ロープにもたれかかるようになっています。第3ラウンド終了よりさらにスタミナを使い切ったというところでしょうね。まあ、お互い本当に試合前に気持ちいい試合ができるって、誓うように言ってたんですけど、はい、その通りの試合になりましたね。そうですね。さあ延長戦自体の判定です。青山内、山内一票、ジャッジ勝本10対9、青山内、山内です。リベンジ成功、那代が敗れました。勝者青山内一票、延長戦を制したのは山内。